勘がいいわね。あなたよね、私たちの後をついて回ってるのは。目障りなやつだ。ここで始末してやる。こいつらは、こいつらが歴史を変えているやつらでしょうか。ほら、こいつらずっと俺たちの邪魔をしているのか。そうみたいね、ミラ。せっかく私たちが面白くしてあげてるのに、がっかりだね。でも、あなたがギニーといれば、なかなか屈辱だったわよ。これは、もう間違いないようですね。この二人が、今回の犯人です。余計なことをしてくるから、よほど腕に自信があるんだ。見せてみろ。こんなものか。期待外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺が使ってやる。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて、私たちに立ち向かうなんて。できるわけ。そう、だんまりなの。まあいいわ、ミラ。もう少し放っておきましょう。いいでしょ、どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。お疲れ様でした。今回も見事な戦いぶりでしたよ。これで歴史も正しい流れに戻りました。ようやく見つかりましたね。歴史の改変を生み出している二人組が。トワとミラ。そう言っていましたね。あいつらはいろんな時代の戦士からエネルギーを奪っているようです。その影響で歴史が間違った方向に。あいつら一体何者なんでしょう。特にあのミラという男はただ者じゃなかった。暗黒魔界の住人よ。あなたたちの時代よりはるか未来のね。時の海王神様。
トアは暗黒魔界の王、ダーブラーの妹よ。そしてミラは、トアが作り出した最強最悪の戦士。あいつらは、様々な時代のエネルギーを奪うことで、暗黒魔界の封印を解くつもりよ。封印が解けたら、どうなるんですか？世界中のバランスが崩れるわ。この世もあの世も、宇宙も時間も。無事には済まないでしょうよ。そんな、とんでもない奴らじゃないですか。いなくならないものね、悪人って。以前、時の巣を乗っ取って、時空を支配しようとした、とんでもない奴がいたんだけど。この気配は。そんな、早すぎる。こんなにすぐ歴史の改変が起きるなんて。とにかく、様子を見てみましょう。準備ができたら声をかけてください。全に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し、もう少し耐えてくれ、頼む。うわあ！ダメだ。これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん。絶対に許さん、ドムシケラども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。なんて気だ。今度は死ぬかもわけないぜ。たった4秒俺に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思うのか。肉感に触る野郎だ。
皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。しかし、進化ガリアがたくさん集まったものですね。変身しろフリーザ。今度は死ぬかも、ね、どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。変身？宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて変身するやつがいるんだ。そこまで死にたいか。いいだろう。私はあと3回変身を残しているんですがね。気に見せてやる。はあ、私を本気で怒らせたご褒美です、ね。バカ！いきなり最終形態になるなんて。歴史が大きく変更されている。今度は死ぬかもね。悟空さんの復活が間に合わない。貴様らにいいものを見せてやる。まさか、お前、武士の自信があるのか。まさにそう。まあまあ、大した自信に出てきた。それとも、恐怖のあまり頭が自信になったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくるね。それでもスーパーサイヤ人なのかな。バカな所詮スーパーサイヤ人は、ね、ただのくだらない伝説だったんだ。俺はスーパーサイヤ人だ。死ぬのはお前だ。すまらん、戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、とどめよ。待たせたな。今度は死ぬかもね。まさにの寄生人か。まあ、いいよ。ベジータはもう動けないようだ。次は君で遊んでみようかな。なかなかの強さ。ルカに変身しない。ピッコロさんが死んでしまったら、チームのドラゴンボールも消えてしまいます。それだけは絶対に避けなければ。でも、ルカに君は僕には勝てない。死ぬのはお前だ。実力の半分も使っちゃうな。今度は死ぬかもね。遅くなってしまう。あとはオラが何とかする。カカオトマリーザフリーザだ。死ぬのはサイヤ人の星惑星ベッド。今度は死ぬかもね。ダメだ。フリーザをフリーザを倒してくれ。まだくたばってなかったんだね。しぶといやつだった。オラに少し分けてもらう。その残りをオラ地球育ちのサイヤ人だ。もしかしにサイヤ人たちのためにも。そ
して、このナメック星人たちのためにも、目をぶっ倒す。くだらない。しつこいよ。さすがにちょっとムッときたよ。オラムだ。ウォーミングアップはこれくらいになって、そろそろその気になろう。オラムだ。痛かったぞおめえ、ちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか、なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りたいわ。元気玉を受ければきっと歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気を分けてくれ。今度は死ぬかもね。君も思ってたよりやりにくいです。君じゃあ僕を倒すことはできない。何を尋ねるか知らない。今度は死ぬかも。おとなしく故郷の星に帰らないと死ぬよ。死ぬのはお前だ。